Thank you.
んこんばんは。こんばんは。7月14日火曜日の、もう11時、もう12時近いですけどね、空は金色チャンネル29回目をお送りしました。今日は私の曲でデイリーワークという曲を作りました。日々のこうやらなくちゃいけないことをコツコツと、やっていかなくちゃなというあの思いを込めて作りました。コツコツとしてる様子が目に浮かぶようですね。そんな感じです。いやここのとこね、いろいろ水害とかがありまして、まあいろいろごたごたしましてね、ちょっとなかなか物事がはかどんなくて、ね、デイリーワークがね、そうですね、滞りますわ。滞ります。いろいろ面もね、なんかしけってますよね。そうです、洗濯が滞ります。そうそう、うん、あの引き出しの中のものがかびます。そうです、なんかこうやだね、もう梅雨が、しつこく残ってまして、もう本当に、うん、1ヶ月以上、うん、そうですね、ですね。そんな中ね、多分梅雨明けぐらいになるだろうと思ってね、ライブを企画しております、はい、うん、7月19日もう今週の日曜日ということで、19日のですね夕方5時半から、8時ぐらいまでの、 そのゆっくりとこう日が暮れていく中で、うん、ジャズを楽しんでいただこうというコンセプトなんですね。半屋外っていうか屋根はあるんだけど、外の空気を味わえる、空間です。日田のルブラン劇場っていうところ、鏡坂公園というとても素敵な、ちょっと高台にある喫茶店の屋外にある、なんかステージがあってですね、そこで6人で演奏してしまおうという、ぜひぜひ、まだチケットがですね、やっぱりこう災害もあってちょっと売りさばく売れ行きが悪くて、まだたくさんありますよ、はい、人数制限はありますがまだ入れます。まだ大丈夫です、はい、うん、ではまたお会いしましょう、はい、ではまたお会いしましょう。